ここからは入学者選抜速報制度の説明を行います、えー、それでは入試科の三上さん小原さんお願いします皆さんこんにちは入試科の小原です入学者選抜速報制度説明を始めます私からは入学者選抜の制度説明ということで本日はこちらの三点についてご説明いたします はじめに入学者選抜の特徴です。本学の各選抜の特徴をご紹介しますので本学への受験を考えている方はぜひ参考にしてください受験の上では個人の特性や高校時の取り組みが生かされるベストな選抜区分を選択することがとても重要ですこちらに示しているのは「本学の選抜区分」の一覧です それでは一つずつ見ていきましょうまずはシンガリレオ選抜です総合型と耳にすることがあるかと思いますが北海道科学大学での名称はシンガリレオ選抜となりますこちらの選抜は志望分野が明確でありかつコミュニケーション能力をアピールしたい方におすすめです続いて学校推薦型選抜公募指定校です こちらは高校で取り組んだ勉強やクラブ活動の実績を生かすことのできる選抜になっています自己推薦型も本学を第一志望とする方におすすめですが帰国子女同窓生子女社会人であることが出願資格となっていますこれら三つの推薦系選抜に共通することというのは 本学への入学意欲が強く第一志望であることまた合格後に継続的に学習を行ってもらうための入学前教育を受講していただくこの2点となっています一方で学力一本で勝負したい方や志望大学が複数ある方は一般選抜,一般選抜の共通テストがおすすめです 北海道科学大学の一般選抜は第1から第3志望まで出願が可能となっていますではそれぞれの選抜での試験内容はどうなっているでしょうか一つずつ見ていきましょうまずはシンガリレオ選抜ですシンガリレオ選抜では試験の前にセミナーを受講していただくのが必須事項となっています セミナーの内容は、自宅でのウェブ講義の受講、レポート提出、そして本学で実施する基礎学力診断、個人面談、ディスカッション形式のグループワークとなっています。その後の試験では、面接及び発表で選考いたします。基礎学力診断の必須科目については、学部ごとに異なっていますので、ご確認ください。 続いて学校,型学校推薦型候補指定校です候補については学習成績の状況と高校時の活動実績を点数化した実績点に加えて当日の集団面接及び基礎学力試験で選考いたします基礎学力試験の必須科目については学部ごとに異なっていますのでご確認ください。なお指定校については 書類審査および集団面接のみとなっています続いて自己推薦型ですこちらは基礎学力試験と書類審査および個人面接で選考いたします必須科目については学部ごとに異なっていますのでこちらも確認してください最後に一般選抜・一般選抜共通テスト利用です

推薦系は11月に出願を開始し、12月に合否発表となります。一般選抜・共通テストは前期と後期に日程が分かれています。前期は1月スタート、後期は2月スタートになっています。ここで注目していただきたいのは、本学では受験のチャンスが複数回あるということです。 例えば惜しくもシンガリレオ選抜で合格を逃してしまった方は公募、えー、推薦型選抜一般共通テストの前期後期と合計4回受験することが可能になっています。なお再度受験する場合は追加の受験料は発生しません。ぜひこの制度を活用し本学の選抜にチャレンジしてください。 ここまで入学者選抜の特徴をお話ししてきましたが続いては来年度からの変更点についてご紹介いたしますしっかり確認してください一つ目の変更点は新ガリレオ選抜についてです従来は学力を測る基礎学力試験を出願後の試験で行っていましたが来年度からは 本試験の前に実施するセミナーの中で行います。出題範囲や難易度に変更はありません。あくまで基礎学力を測るものですので、日々の学習をきちんと行えば問題ありません。二つ目の変更点は、学校推薦型選抜、公募の実績点についてです。実績点とは、高校時代の活動実績を数値化したものですが、 その条件や点数に見直しがかかっていますはじめに従来実績点に含まれていた年間解禁は来年度から実績点の対象外となりましたさらにクラブ活動の経歴と活動成績についてはそれぞれ実績点の変更がありますここまで 本学の選抜区分についてご紹介いたしましたが続いてはこれから皆さんに是非取り組んでいただきたいことを紹介いたしますので参考にしてみてください。まず皆さんんにに取り組でででいいいたただきこことととののつ目ですすすそれは日々の学習を大切にするということです先ほどもご紹介しましたが本学ではどの選抜区分においても学力試験が設けられています。 学力とは合格を勝ち取るためのパスポートです続いて皆さんに取り組んでいただきたいことの2つ目です。それは大学進学の目的なぜその大学学科を選んだのかそういった理由を明確にすることです。 明確な動機というのは例えば面接時の志望動機などにも生きてきます本日はオープンキャンパスを通して大学に進学するのかなぜ大学に進学するのか何を学びたいのかという自分自身の理由や目的について改めて考えていただきたいと思います続いて皆さんに取り組んでいただきたいことの三つ目です それは目指している大学や学科がどのような学生を求めているかということを知ることですこれをアドミッションポリシーと呼びますがアドミッションポリシーを知ることによって自分が目指すべき方向伸ばすべき能力というのが具体的に見えてきます志望する大学学科が定まったらぜひアドミッションポリシーを調べてみてください最後に 本日お話しした中で重要な点をまとめてみましたはじめに本学の各選抜の特徴をご説明しましたが皆さんには是非自分に最適な選抜区分を見つけていただきたいですまた本学では全ての選抜区分において学力が問われます日々の学習が重要になってきます自分の進路を考える上で動機を明確にすることはとても重要なことです 本日のオープンキャンパスでそのヒントが見つかればとても嬉しいです最後に志望の大学や学科が定まったらアドミッションポリシーを調べることがとても重要ですえ本日お話しした内容というのは本学のウェブサイトであったり6月に公開予定の受験ガイド学生募集要項といったパンフレット類にも詳しく書かれていますのでこちらも確認してみてください え私からの説明は以上となります北海道科学大学は受験生の皆さんを全力でサポートしますえ一緒に頑張りましょう続いては入学者選抜速報ですこんにちは続きまして2021年度の入学者選抜の速報といたしまして今年の高校3年生新しく 大学1年生になる皆さんが受けた入試についてお話をしていきます入試科の三上です2021年度の選抜はですね本学7773名の志願者がいまして北海道の私立大学ではナンバーワンとなる見込みとなっておりますでは細かく見ていきますと選抜区分ごとにお示ししていますけれども、まあ、推薦型総合型ですね 志願者数としては昨年と大きく変わっていないという点ですねえ一方一般選抜共通テスト利用選抜についてはまあ昨年よりも若干落ち着いた入試が展開されたという状況になっています細かくは、ね、後ほどご説明できればと思っていますでは選抜区分ごとに少し詳しく見ていきますシ進化利用選抜はエントリーから合格までですね、えー、プロセスがありますけれどもまずエントリーから出願許可で人数が絞られますよということを確認してください そして、まあ、出願して本試験を受けてから合格までには、まあ、そんなに人数が、ね、減らない119から110ということなんですけれどもこれは、えー、学力試験ですね基礎学力試験で残念ながら学力が定着してないと判断された方が多くは、えー、不合格とということになります先ほどですね2022の変更点で基礎学力診断がセミナーの中で行われるという変更になってますのでえー こちらは改めて確認をください次です公募型選抜の学校推薦型選抜公募についての志願状況なんですが大きく昨年度、動きがあった学科ですね情報工学科、ものすごい増えました対して薬学科も増えました2019年度と同じぐらいですねで看護学科は昨年ものすごい多かったんですけれども2019レベルに落ち着いたという入試展開になっています。 では続いて一般選抜の状況についてお伝えしたいんですけれども、全国の傾向をまずお伝えたいと思います。え2021年度入試は現役生中心の入試でした。昨年はですねセンター試験最後ということもあってですね、何度か現役で合格したいという方が多かったんですが、今年はね浪人生がいなくなったという入試になっていますので現役生中心志願者が減った。そして。 併願大学数がですね。昨年もの入試ではものすごく多かったんですけども、今年は絞り込みがあったんではないかということで、これも志願者が全国的には落ち着いたという展開、そして大学入学共通テストが初めて行われました。この平均点がですね。全国的にもねアップしたとまあ、これはもう公共者平均点に影響が出ている。どういう点になります。細かく本学の結果を見ていきましょうか。はい、えー、一般前期の1日目の志願者数をお示ししているんですけれども。 全国的には志願者は落ち着きましたというながらもですね、丸のついているようなところは志願者がそこまで落ちなかった。むしろ昨年ベースだったという学科ですね。都市環境学科に至ってはまあ伸びているという状況になっています。では合格者の平均点を見ていきますと、学科によってですね、200点超えということでですね、かなり難しい入試が展開されましたよと。この丸のついているところですね。かなり得点率の高いところが合格者平均点となっています。 次です、えー、共通テストの利用選抜こちらの志願者数を見ていきたいと思いますまあ、現役昨年の入試がですね現役死後はすごい強かったということで今年は少しそれが緩和されたということで全国的にも志願者が落ち着いたというところですがそんな中でも志願者数が伸びた学科電気電子工学科都市環境学科が志願者数を伸ばしたという結果になっています合格者の平均点見ていきましょう,こ,うここでもですね 75%超えという、まあ、これが難しいと言われる基準ですね、えー、こういった学科が情報工学科、建築学科、医学療法学科、そして心療放射線学科というところがですねかなり5期者平均点高いところで結果になっていますのでご確認をください。 難しい入試になってますという学科をですね今、ご紹介しましたがじゃあどうすればいいんですかというところでご紹介したい制度、先ほどもですね第三志願制度ありますよという話を制度説明のところで増えているんですけどももう少し細かく説明しますと一般選抜はですね前期1日目、2日目です、3つずつですね学科を選択できます共通テストも3つ選択できます,できますということで9つね、ね学科を選択できるとこの制度をフルにぜひ使ってほしいと。 今年の結果といたしましても、一つの学科しか出願しなかった閉館なしの方は50%の合格率に対して旧閉館については90%まで上がってますので、まあ、制度を使い倒していただきたいというところですね。はい、まとめになります。まずですね、学力は大事ですということです。学力は重要な要素ですよということです。また、選抜制度をフルに活用することで合格への近道となりますということが2点目。 そして今お話しした入試データをしっかりと把握した上で受験プランを検討するとこれも合格の近道になりますよということは3点しっかりと押さえていただければと思いますえこれからの勉強そして受験プランの作成頑張っていただければと思います以上で入入学者選抜速報をお知らせしましたありがとうございました